はい、それでは、時間になりましたので、日高先生の3回目の講義をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日は前回とはちょっと違った話で、私がこれまでやってきた研究の一つで、自発的対称性の破れに関するお話をしたいと思います。で、こちらが、共同研究者と、関連する論文になります。で、まず早速ですが、自然界には様々な対称性の破れという現象があります。で、コエネルギー物理だと一番重要なのが、カイラル対称性の自発的破れ。それは QCD が持っている、近似的対称性ですね。右巻きのフェルミオンと左巻きのフェルミオンを独立に、回転させる対称性ですと。で、これが QCD の真空では自発的に破れていると。で、他にも自然界にはいろいろあって、これが潮流動態を書いたもの。で、これは磁石ですけども、磁石はスピンが揃うことによって、スピンの回転対称性が破れた世界。で、他にも水の表面ですね、表面なんかは、ある種、平身対称性が破れているようなもので、あと、前回も、お話ししましたが、光に関係したハイアフォムシンメトリーの破れだったりとか、あとは鳥の群れなんかがあると、これは群れがある方向に向かって飛んでいくっていうのは、ある種、回転対称性の破れと言っていいでしょうと。で、こういうのがあると、普遍的に現れる現象があります。で、それが南部ゴルソンモードと呼ばれるもので、で、これは基本的には波ですね、ギャップレスモードが現れるというものですと。で、これはカイラル対称性の破れに関しては、π 中間子っていうのが南部ゴルソンモードに対応していて、これは QCD のスケールって大体 1GeV ぐらいなんですが、π 中間子はその10分の1ぐらいの140メブぐらいの重さの粒子ということで、非常に軽い粒子として現れると。他にもこの潮流動態っていうのは、潮流動態中を伝わる音波っていうものがあるんですが、それは南部ゴルソンボソンとして知られていると。で、スピンはスピン揃っているんですが、そこに接続を加えてあげると、そのスピン波と呼ばれる波が立ちますと。あと、こちらの場合だと表面に、表面を叩いてあげると、さざ波が立って、これが伝わっていくと。こういった感じで、ギャップレスモードというのが普遍的に現れると。で、これ、さまざまなギャップレスモードがあるんですけども、それぞれ性質が違いますと。で、今日はそういう話をしていきたいと思っています。すみません、潮流動の時の U1 っていうのはどんなもんなんでしたっけ？これは粒子数の破れですね。ああ。粒子数の対称性。で、それが、凝縮することで、粒子が凝縮することで、その粒子数に対応する U1 対称性が破れた世界ですなるほね。ど。で、素粒子とか原子核やってると、必ず習う南部ゴルソンの定理っていうのがあります。で、これどういう主張だったかっていうのを、復習すると、基本的にはこれ、素粒子の、真空ですね、を考えたもので、ローレンツ対称性を持った真空の話になります。で、そこに、連続的なグローバル対称性があると、あって、それが自発的に破れるという現象が起きると、その破れた対称性の数、正確にはジェネレーターの数と南部ゴルソンボソンのそのギャップレスモードが現れて、それの数というのは等しいと。で、かつその分散関係というのは、この、エネルギーまたは振動数が波数または運動量に比例するという現象ですと。で、よくある絵としては、こういうなんか、これはこの軸の周りの回転不変な、ポテンシャルを書いたものですが、左側は、一番エネルギー低いところがここ。で、これはここにある状態っていうのは、この回転しても変わらないということで、これは対称性を保っている、エネルギー一番低い状態、真空になります。で、一方、ポテンシャルがこういうふうにワインボトルの底のような形にしている場合、ここにある状態っていうのは非常に不安定になります。で、この不安定な状態は、どこかより安定な状態に落ち着くことになりますが、この場合、
落ち着く先っていうのが、まあ、複数存在することになります。この円周上は全て同じエネルギーの持った高さになっているので、どこを選ばれるかっていうのは、分からないんですが、まあ、どこか一つ選ばれると。で、一度選ばれてしまったここの状態っていうのは、もはや回転に対して不変じゃないということで、この軸を回してあげると、この位置がどんどん動いてしまうということで、こちらの方の真空っていうのは、対称性が自発的破れた状態と呼ばれると。で、こういった場合には必ずギャップレスモードが現れますよっていうのがこの定理ですと。なんですけども、この主張って本当に真空が、まあ、ローレンツ不変であるということが非常に重要になります。で、その、過程を外していくと、さまざまな、違ったものが見えてくると。で、対称性の破れというのは非常に今重要で、対称性の破れたという情報だけからさまざまなことが予言できます。で、これは2つ例を出しているんですが、これ左側は磁性体の、ですね、凝縮を表していると。磁化の大きさを表していて、右側は、比熱を表しています。で、こちらの方は、温度を上げていくと、まあ、これは横軸を温度の2分の3乗でプロットしたものですが、まあ、いろんな異なる物質に状態に対してこうみんなリニアに振る舞っています。で、これはブロッホの2分の3乗速と呼ばれているものです。で、一方こちらの方は、横軸温度の3乗で、まあ、縦軸がヒートキャパシティ書いてますが、まあ、こういうきれいにリニアに乗っているということで、これは t の3乗に比例していると。で、これは一般にいろんな個体に関してこういう振る舞いが見られると。で、こういうなんか普遍的な現象の背後には先ほどの自発的対称性の破れがあって、で、こちらのこの、まあ、こういうなんかべきの振る舞いっていうのは基本的にはあのゴールストンモードの分散関係に依存します。で、こちらの方は磁性体で、まあ、スピン波と呼ばれているものが、2乗の分散ですね、振動数に対して波数が2乗で振る舞うという性質で、そこからこの振る舞いが出てきます。で、同様に個体に関しては個体の音波っていうのは、まあ、普通の波なので振動数と波数が比例していると。で、それに対応して、まあ、ここが t の3乗速というのが出ます。で、これは振る舞いが異なっていると、この、振る舞いも変わってくると。まあ、こういうように、まあ、普遍的なことが言えると。で、まあ、自発的対称性のやぶ、はい。いいですか、すみません。初めに、はい、分散関係 の, やつを見たときには、そのマスレスだから、オメガイコール CK みたいになってるのかなと思ったんですけど、はい、ここで K の依存性がその変わってくるのは何ででしたっけ、すみません。これは、ここが、まあ、割と非自明でですね、この、もともと、ローレンツ対称性があれば、必ず線形にはなるんですけども、そうじゃない系には、この分散っていうのが、まあ、一般には、いろんなことがあり得ると。ですね。で、これがなぜこうなるかっていうのを、この後説明したいと思います。はい、わかりました。で、まあ、自発的対称性の破れの理論は、南部さんによって、まあ、1960年頃、まあ、作られたわけですけども、まあ、いろんな拡張な方向があります。例えば長距離力があるような場合、まあ、これは空論相互作用なんかがある場合に対応していて、これは超伝導と関係していきます。あとはこれ相対論的なシステムの話だったんですが、まあ、相対論という縛りを外すような場合ですね。あと他には時空対称性の破れだったり、あと、まあ、広がりをもっともったい。これは、これまで、講義で出てきた話ですね。で、あと、さらに、まあ、そもそも普通のハミルトニアンとかで書かれるようなダイナミクスじゃないような場合、まあ、こういうような拡張の方向があります。で、今日はそのうちの、まあ、この3つを紹介したいと思います。で、1つは、まあ、相対論の縛りを外した場合。で、あとは、まあ、広がった物体だったり、まあ、開放系の話をしていきたいと思います。で、まず非相対論的な系、まあ、これ非相対論と言ってるんですが、まあ、本当に相対論的である非相対論的であることが本当は重要じゃなくて、まあ、どこが本質かっていうのをこれから見ていきたいと思います。で、高エネルギー物理、まあ、特に QCD の枠組みで、南部構想の定理の例外っていうのが2000年頭ぐらいに指摘されました。
でこれは端的に言うと、まあ、対称性の破れた数と NG モードの数が等しくなくて、かつ線形分散ではないようなモードっていうのが QCD の枠組みで議論されましたと。でこういったものは先ほど言ったように物性系ではよく知られています。それ典型的なものがマグノンというスピン波ですね。これは大雑把に言うとスピンの回転対称性が自発的に破れるものですと。でこれはスピン回転、まあ、例えば SO3 考えたものが揃ってあげるとこの軸の周りの回転だけに落ちるので SO3 が SO2 に破れた状態。この SO3 はまあ SE2 と同じなので、まあ、ジェネレーターが3つあります。でこちらは1つ SO2 はジェネレーターが1つということで、3個のジェネレーターが1個のジェネレーターになったので破れたものは2つですね。なのでこれ破れたジェネレーターの数は2つになります。で一方このスピン波の世界はどういうことが知られているかというと NG モードは1個しか出てきません。で相対論的な場合はこれ2個破れたら2個出てくるはずなんですが1個になります。でかつ分散関係っていうのは線形ではなくて2乗分散すると。で QCD の枠組みではこの軽音が、凝縮したカラー超伝導層に現れる NG モードっていう、まあ、なんかちょっと仰々しいですけども、対称性の観点から言うと、まあ、非常にシンプルで、これは SU2 クロス U1 が U1 に破れるという世界です。これはスタンダードモデルのと同じ破れ方なんですが、まあ、アイソスピンとハイパーチャージがあって、それがダイアゴナルで U1 に破れると。でこれ SU2×U1 なので、ジェネレーターの数は3たす1で4つが1個に破れるので、破れた数って3個になります。でここで見つかった事実としては、NG モードが2個で、1つは線形分散、1つは2乗分散するということです。ということで、理論が完全にこういう物性系のような非相対論的ではなくて、もともとの理論が QCD で相対論的なんですけども、まあ、環境によってはこういう現象が起きます。で相対論で、これは真空が相対論的ではなくなっています。これは超高密度物質の話なので、まあ、物質があることで、まあ、あらわに静止系というのが存在して、そこでまあ、ローレンツインバリアンスは破れているような状態が実現しています。まあ、こういう感じで、まあ、例外がいろいろ知られていると。で、まあ、どういうことがまあ普遍的に言えますかっていうことなんですけども、まあ、この最初に見せたこの絵ですね。まあ、この絵は何を言ってたかというと、なんかポテンシャルがあって、まあ、こういうなんかワイン型のポテンシャルになったときに、この底ですね。そこが真空になりますと。で、かつ、ここに、平らな方向というのが必ずできます。こちらの平らな方向ないんですけども、対称性が破れると必ず平らな方向ができて、その数っていうのは、いつも破れた対称性の数、まあ、破れたジェネレーターの数に等しいと。でこの事実は別に、物性系だろうが、まあ、有限温度に行っても同じです。なんですけども、冷気モードですね。プロパゲートするような冷気モードの数っていうのは必ずしも、この平らな方向の数に一致しないっていうのが、物性系、まあ、非相対論系で現れる現象です。ね、じゃあ、どういうメカニズムが働くかのかっていうのを次に、見る前に、歴史的なに、まあ、どう議論されてきたかっていうのをちょっと紹介します。あ、ちょっと聞いていいですか。はい。はい。ごめんなさい。さっきの軽音の話なんですけど、これはもう確かめられてる話なんですか、はい、すいません。やっぱり理論的には確かです。はい、で実験的には、はい、実現、超高密度の物質を、まあ、実験室では作れないので、うん、実験的には確かめられてないです。理論的には、まあ、間違いないと思われています。さっきの SU2 のアイソスピンというのは、アイソスピンの方ですか？すみません。グローバル対称性ですか？はい。あ、これ、QCD の枠組みでは、これ全てグローバル対称性です。あ、U1 ハイパーチャージもってことですね。はい、そうですね。あ、はい、じゃあ、マスレスのモードが、どんなとこから来るんですか？その K の、
実際になんかその2つマスレスモードがあるってことなんですよね。はい、なのでこれ真空だったら3ついるんですね。はい、はいはいはい。でここはなんか有限密度系なんですけども、有限密度に行くと1個が重くなります。1個重くなって1個マスレスのままっていう現象が起きます。これ真空だと3つ出てきて、はいはいはい、有限密度にこのハイパーチャージにケミカルポテンシャルを入れるんですが、その世界に行くと、マスレスだったもののうち2つがミキシングを起こして1個ゼロのままで1個重たくなるという現象が起きる。うん、これそのあれですかね、すみません、UDS クォークのなんか U バー D とか、今 K0 が、あれですよね、K0 とか K0 バーが混んでしたと思うんですよね。あ、そうですね、はい。UD バーとか、そういうモードが、まあ、スレスのモードが出てくるってことでしたっけ。もともとは、密度低いときは、軽音とパイオンが、はい、マスレスモード。ああ、そうですね。これは、はい、いたんですけども、これ、まあ、完全に SU3 ではないので、SU2 クロス U1 で考えているので、SU2、あ、まあ、違うな。そうですね、はい。うん、この NG、まあ、NG モードでは、はい。NG モードって何に対応するんですか？すみません、その、パイプラスマイナスとかそういうやつですか？ちょっとよくわかんないな。これ、有限密度で、この最終的に出てきたものは、ちょっと複雑なんですけど、はい、チャンネルとしては、パイプラスマイナスと、はい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。で、歴史的なものとしては、ニールセンとチャダーが、1976年に、まあ、NG モードを、まあ、ちょっと分類してみましょうということをしましたと。で先ほど見たように、まあ、線形の分散のものと二乗分散するやつがいるので、その分散関係を使って、まあ、分類しましょうというのがこちらですと。で、なんか、まあ、基本的には線形だと思っていいんですけども、奇数べき上に振る舞うやつをタイプ1と呼んで、偶数べきに振る舞うものをタイプ2と呼びました。で彼らは、そうですね、読んでます。で、彼らは不等式を導出していて、まあ、タイプ1とタイプ2を2倍したものを足したら、そいつは必ず破れたジェネレーターの数より等しいか大きくなるということを導きました。で、その後、まあ、この仕事はしばらく忘れ去られてたんですけども、先ほどの2000年ぐらいにこの軽音凝縮の話が出てきて、まあ、シェーファー、ソン、ステファノフらが、まあ、彼らが、こういう定理を見つけましたと。まあ、なんか、これ Q っていうのは対称性の、チャージですね。で、いろんなチャージの種類があって、それの交換関係ですね。交換関係の期待値とって0ならば、NG モードの数と対称性の破れた数っていうのは等しいですよという定理を見つけましたと。なので、これとはまたちょっと違う方向性ですね。ってことは逆に数が変わるっていうためには、まあ、この数、孤立がノンゼロにならなくてはならないということですね。で、2004年ぐらいに南部さんが、まあ、これがなんか破れて、ノンゼロになるっていうのは、まあ、なんかこれってクラシカルには、まあ、正順交換関係っていうのは、これ正順協約を表しているんですけども、これは真空の周りの低エネルギーの有効理論での、このちょうど正順協約な関係に対応するんじゃないかということを、言いました。ということで、この交換関係の期待値というのが非常に重要なんですけども、その後2011年に、渡辺さんとブラウナーさんらが、まあ、こういう不等式見つけました。でこれは破れた対称性の数から NG モードを引いたものっていうのは、これですね。
この交換関係の期待値を2で割ったものよりも小さくなりますよと、まあ、ちょっと分かりにくい式なんですが、こういうものを見つけましたと。で、彼らはこれがイコールになるということを予想していますということで、なんかこの辺の組み合わせとなんか正準協約になったことで、なんか数が変わってるんですよということを表しています。でこれ結局これは等しいというイコールが成り立っていることが、2012年に示されました。でこれは物理的に、まあ、どんな感じかというのをちょっと説明したいと思います。で大雑把に言うと、まあ、NG モードは2種類に 分けられます。で1つはまあ、タイプ A というのとタイプ B と。でこれはどういうものかというのをこれから説明します。で大雑把な理解としては、なんかタイプ A というのはなんか調和振動子みたいなもので、タイプ B というのはなんかコマがくるくる再三運動しているようなものですと。でそれに対応する NG モードは潮流動の音波だったり、まあ、パイオンだったりするやつですね。でこちらの方は、まあ、磁石の、まあ、再三運動なので、まあ、マグノンがこれに関係していると。でこういうふうに分類してあげると、先ほどのこの不等式というのは等式になることが分かりましたと。で、これあんまりまあ、この A と B というのはよく分かりにくいと思うので、まあ、古典的な、まあ、イメージをちょっと紹介したいと思います。でこれは古典力学でちょっと考えてみるんですが、これは、まあ、コマがついた振り子を考えます。これは棒がついていて、この先にちょっと重りとして、こういうコマの形した重りがついていると。こういう古典力学考えます。で、回転対称性は、まあ、重力があることで、まあ、エクスプリットに破れています。なので、これはあるどっか下に向いていると。だから、これ重力ないと、まあ、どこ向いていいかっていうのは、こういろんな方向ありえるんですけども、まあ、これはなんか、まあ、古典的な状態っていうのは、なんかある方向に定まっているということで、これ回転対称性が破れた状態。でこれ Z 軸の周りの回転ですね。この軸の周りの回転というのは残っているので、破れ方としては、SO3 が SO2 に破れたものですね。ということで、対称性の破れとしては2つあると。でそれに対応して、ジェネレーターはこの X 軸方向の回転と Y 軸方向の回転、のジェネレーターが破れた対称性のジェネレーターとして数は2つということになります。まあ、こういう問題を考えます。でまず、なので、でこれなんで、まあ、重力によってちょっと破れているおかげで、これが復元力の役割を果たします。本当に古典的な理論にして対称性があると、まあ、NG モードみたいなのはないんですけども、まあ、それを重力がちょっと復元力としてミミックしてくれる。でここに振動を加えます。そうすると、これ、コマが回ってないと、2つの独立な振動があります。だってこれ、まあ、なんか、X 軸に動くのと、まあ、Y 軸にこう振動する、2種類の振動モードが存在します。で一方、これ、コマが回ってるとどうなるかっていうことなんですが、コマが回ると、これは、なんか、振動になるんじゃなくて、この再サウンドを始めます。ね。ということで、これ、コマが見た目としては同じもので、対称性の破れのパターンは同じなんですけども、コマが回ってるか回ってないかっていう情報で、この振る舞いというのが大きく変わるということになります。で、コマが回ってるってことはどういうことかというと、先ほどのジェネレーター使った、話でいくと、この X 方向の核運動量と Y 方向の核運動量の、これ古典的なので、ポアソンブラケット、量子的ならば交換関係っていうのが、Z 方向の核運動量になりますが、それが0か0じゃないかっていうのが効いているということになります。回ってないときはここが0で、回ってるとここがノンゼロになっているということで、これがノンゼロになっていると、再三運動を始めて、これゼロだったら振動運動をするということで、この量が非常に大事になってますよということが分かります。ということで、
この冷気モードっていうのをまあ2種類に分けてあげるとどういうことが分かるかというと、今のこれですね、回っているっていう情報を表しているのがこの交換関係の期待値、これ2で割ります。で2で割ってるっていうのは、これはちょうどあの正順ペアの数を数えていると。これ X と P ってあったら P と X っていうのがこの中に入ってくるので、まあ、2で割るとちょうど独立なペアの数を数えます。で一方この、まあ、このこいつがノンゼロになったことで、もともと振動してたものからこの分だけ10度減った残りっていうのは、まあ、相変わらず振動モードということになるので、破れた対称性の数からこの分引いてあげるとタイプ A というこの振動するモードで、こちらの方はあの再サウンドするモードということで、こういう関係式が成り立ちます。でこのそれぞれの NG モードを足してあげると全体の NG モードの数になる、のでこの2つを足したものっていうのがちょうどこれですね。なので NG モードの数っていうのは破れた対称性の数から半分のこの正順ペアのチャージとチャージの交換関係の期待値を引いたものが、独立な NG モードの数になります。でそれぞれの NG モードっていうのはこの、単振動するようなものと、まあ、再サウンドをするようなモードに分けられるということになるということです。でこれは数を、まあ、見てきたんですけども、最初の方に出てきた分散関係ってどんな感じになってるかっていうのをちょっと、まあ、大雑把な議論します。でこれをやるには本当はちゃんと場の理論解かないといけないんですけども、まあ、イメージとしては先ほど言ったようにこれ重力っていうのが復元力になっていましたと。でこれはのエクスピシットブレーキングタームに対応していて、まあ、でこれに対する依存性ですねっていうのを見てあげると、あの振り子の場合っていうのはこれ振り子の振動数っていうのは重力のルートで聞いてきます。これあの古典力学あの計算してもらうとこれが出てくるんですが、あのこういう振る舞いしますと。一方再サウンドの場合っていうのは振動数がこの重力に比例します。なのでこの振る舞いの仕方ですねが違ってます。単振動の方はルートで引いてきて再サウンドの方はそのまま来るという、まあ、この違いっていうのがちょうど普通の NG モードが線形分散していたか2乗分散していったかの差を出します。で、まあ、大雑把に言うとこの G っていうのがこう復元力に対応しているんですが、それはあの場の理論に行くと波数の2乗ですね。あの場の理論の運動ハミルトニアの中に入っている運動エネルギー出すところですね。あのまあ、これこう2乗ですというふうに置き換えてあげると、これちょうどルート K2 乗で線形分散、こちらの方は2乗で2乗分散というのが、まあ、あの大雑把に理解できるかなと思います。であとこれは、まあ有限まあ補足ですが、有限温度に行っても同じようなことが成り立っていて、まあ、有限温度の場合はあの周りに粒子がたくさんいるので散逸を起こすんですけども、散逸っていうのはいつもこの実部より小さい、こういうような分散を持ちます。ということで、NG モードは、まあ、2種類のタイプがあって、まあ、典型的に線形分散と2乗分散するということが分かると思います。でこれはないろんな例を、まあ、書いたものなんですが、まあ、まあ、全て先ほど言ったこのカウンティングルールというのはちゃんと成り立ってますよというのをちょっと書いてあります。はい。で、まあ、これどういうふうに導出したかというのを、まあのの一つの方法として、まあ、なんかエフェクティブラグランジャンを使ったアプローチというのがあります。でこれちょっと紹介しておきます。でこの方法というのは、まあ、基本的にあの低エネルギーの有効理論を、まあ、書き下すということをします。低エネルギー有効理論っていうのは、その破れた対称性の、自由度を使って、微分展開するというものなんですが、基本的にはこんな感じで書き下せますと。で相対論的な場合っていうのは、ここの、基本的には全部2乗でしか来ないので、その相対論的な場合は、この時間の1回微分項っていうのは存在しないんですが、非相対論的な場合っていうのは、まあ、ローレンツ対称性の縛りを外してあげると、1回微分項というのが
許されるということを使って、この渡辺村山らは、ここの係数がどうなりますかっていうのを、調べました。でその結果、まあ、彼らが示したことは、ここの係数っていうのはちょうど、ここですね、あこのチャージと、まあ、チャージのゼロ成分、先ほどのチャージとチャージの交換関係だと思ってもらっていいんですが、まあ、それの交換関係の期待値に、比例しますよということで、この交換関係の期待値がノンゼロだと、この次回の1回微分項が現れるという構造を、まあ、彼らが示したと。でここに1回微分項があると、まあ、振動数低い極限で2回微分を無視することができて、これちょうど運動方程式書いてあげると、時間の1回微分項と波数の2回微分項が釣り合うので2乗分散と。でもしこの項がなければ、2回微分と2回微分で線形分散というふうな構造になっているので、まあ、先ほどの話の、まあ、場の理論版にちゃんとなっているということです。というのを、まあ、見つけました。はい。で、ここまでが非相対論的な話です。よろしいですかね。で、これ、まあ、粒子について成り立ってた話なんですけども、まあ、これを広がった物体の対称性、これ前回お話しした話でも同じような話ができますよっていうのをちょっと紹介します。で、まあ、これ復習になりますが、まあ、一般化された対称性の話です。で、D たす1次元の場の理論において、まあ、普通の対称性っていうのは、まあ、コディメンジョン1の、まあ、D 次元に広がったなんかトポロジカルな物体があって、これらが群の規則を満たすものでした。で、そうですね。時間に依存しないので、まあ、トポロジカルでしたと。で、まあ、なんか、このチャージドオブジェクトというものをこれで挟んであげると、まあ、対称性変換を受けるという、まあ、こういった性質を持っていると。ね、でこれは挟んだものですが、トポロジカルに変形してあげると、まあ、これは、チャージドオブジェクトを対称性演算子で囲むと、変換を受けますということです。でこれらは、ですね、広がった物体に拡張できますよっていうのをやりました。で今度 P フォームシンメトリーっていうのは、この対称性演算子の方が、まあ、D 引く P 次元的に広がった物体。でこれらは群のルールを満たすと。で、電荷を持った物体ですね。家電物体っていうのは P 次元的な物体で、でこれらはリンクすると、対称性変換を受けるという、こういう構造をしていましたということです。ですね、なので、まとめておくと、まあ、D たす1次元の場の理論において P フォームシンメトリーっていうのは、まあ、対称性演算子、群でラベルされた対称性演算子で広がりの次元っていうのが D-P。一方、家電物体っていうのは P 次元に広がった物体と。でこれらがリンクすると、まあ、変換を受けると。いうことになります。で、ゼロフォームシンメトリーと同じように、まあ、ハイヤーフォームシンメトリーも、対称性、連続対称性の場合は、自発的に破れると、NG モードとして NG モードが出ます。で、その場合は、広がったものに対応して、スピンを持ったゼロモードが現れると。一番典型なのは、まあ、フォトンですね。で、これらは家電物体というのがビルソンループだったり、トフフトループと呼ばれているもので、対称性に対応するのが、電荷っていうのものが、電速ですね。電速と時速っていうのが、まあ、電荷に対応していたと。で、対称性の自発的破れっていうのは、この、ループの期待値が、まあ、面積規則か、まあ、そうじゃないかっていうので分けられて、まあ、面積規則じゃないときが、破れた層になります。で実際に、まあ、QED とかでこれを計算してあげると、まあ、閉じ込めじゃないので、まあ、クーロン速になっていて、まあ、その結果、フォトンっていうのが NG モードですよっていうのを解釈ができると。で問題はですね、なんで
フォトンが2つなのかということです。で例えば、電速に対応する電荷っていうのが、大体電波と関係していたんですが、電波ってなんか、方向ですね、ベクトルの足を持っているので、3方向あるので、なんか内部に考えると、破れたジェネレーター3個ありそうです。なんですけども、フォトンは2個しかないということになります。ということで、カウンティングルールは結構非自明ですね。相対論的な場合においても、カウンティングルールは非自明になっています。で他にも、そのハイアフォームシメトリーが関わるような、非自明な NG モードの例があります。でこれは、どういうものかっていうと、なんか、平身と平身の交換関係が、ノンゼロになるような場合。で、この左側は、この、渦なんですけども、渦があるんですけども、その渦があると、この渦は、渦の存在は、平身対称性を破ります。だからどっかにこの渦糸があるということで、それを動かす方向に対称性の破れがあると。で渦の垂直な方向の平身に対して破れているので、この X 方向と Y 方向の平身対称性が破れています。で普通 の, ただの渦だと、それを振動させてあげると、2種類の X 方向と Y 方向独立なモードがあるんですけども、実はこれの交換関係の期待値が、ノンゼロな場合、でかつ、彼らが見つけたものは、これがちょうどトポロジカルな電荷で、ハイアフォームシメトリーでいくと、ワンフォームシメトリーに比例していて、それがノンゼロになったような状態。では、タイプ B の、ケルボンと呼ばれるものが出てくると。で他にも、平身と U1 対称性の、生成演算子の交換関係が、ドメインウォールのチャージに比例するような、二次対称性を持ったものっていうのもあります。こういったように、ハイアフォームシメトリーが、NG モードに絡んでくるっていう現象が知られています。で他にも、フォトンが変更を受ける場合ですね、というのもあります。でこれは、モデルとしてはこんな感じのモデルです。これ、ここの部分は電磁気に、この場合は、π 中間子とかでもいいんですけど、アクシオンとか、そういうような、電場にカップルした、スカラー場があるような世界。で、ここでは、こいつの運動項はちょっと省略してますが、こういうような模型を考えたときに、この、こいつがドメインウォールみたいな構造をこういうふうに取っていると、二乗分散したフォトンが出ますよっていうのも発見されます。で、この場合どういう構造になっているかっていうと、実は電場と電場の交換関係が、ドメインウォールチャージっていうのに比例していて、でこれはある種のタイプ B という現象です。ということで、今この見てきた3つの例っていうのは、こちらの前は、ゼロフォームシメトリーとゼロフォームシメトリーがハイアフォームシメトリーになって、タイプ B になる話。で、こちらの方も同じような感じですが、他にも普通のワンフォームシメトリーとワンフォームシメトリーの交換関係が非自明になってタイプ B が出ると。こういうような例が知られていると。これらを統一的に理解して、数もカウンティングしましょうっていうのをちょっと やりましたというのが、去年出した論文の話になります。すいません。すいません。はい、いいですかね。一つ前のページで、この非相対論的な光子というのは、これは本当の光子に対応してるんですか？光子と呼んでるときに、普通の QED に出てくる光子が、今の状況だとそういう振る舞いをするようになると思えばいいんですか？そうですね。はい。普通のフォトンです、こいつは。それが今のセットアップでそんな分散を持つと思えばいいということですか？そうですね、はい。
はい、わかりました。で、一般に真空中のフォトンは当然マスレスでこう、線形分散を持って飛ぶんですけども、物質中のフォトンっていうのは、いろんな色変更を受けうると。例えばプラズマ中のフォトンっていうのは、質量を持った、ギャップを持った状態になったりとか、あとは、水の中を通ったりすると、高速からずれていったりとか、物質中を通ると、いろいろ変更を受けます。で、これはこういうドメインウォールっていう、なんかある種の物質がある、元でのフォトンの振る舞いだと思ってもらえばいいと思います。わかりました。ありがとうございます。ですかね。で、こういうのを、含む、一般的な理論を構築しましたという話をしたいと思います。で、これはいくつか仮定をしないと、本当に一般的にすると、収集つかなくなってしまうので、いくつか仮定します。仮定を置きます。で、一つの仮定は、変身対称性っていうのは破れていないと。で、変身対称性が破れると、これ、時空対称性の破れの一部になる、話になるので、ちょっといろいろ複雑になります。で、あとはカイラル・ラグランジアンみたいな、これちょっと綴り間違ってますね。マウレ・カルタン・ワンフォームを使って、記述する、できるカイラル・ラグランジアン、自発的対称性の破れの低ネリ有効理論と同じような手法が、ハイヤーフォームを使えると仮定します。で、その仮定のもとで、低エネルギーの有効理論のラグランジアンを書き下して、運動方程式を実際に書いて、いくつモードが出ますかっていうのをちょっとカウントするという手法を取ります。で、これは渡辺村山がやってたものの、ハイヤーフォーム版という感じですと。で、簡単のためにこの、ゼロフォーム対称性の時どういうふうになってたかという話をちょっとします。で、簡単のためにはちょっと U1、この、U1 対称性が破れるという話を考えます。そうすると、こうですね、U1 に限らず、対称性が破れると、その低エネルギーの有効理論の自由度っていうのは、そのコセットの自由度で書けます。これはちょうど、カイラル対称性が破れると、π 中間子が自由度になるのと同じですね。で、これ、ある種のリダンダンシー、ゲージ対称性みたいなリダンダンシーを持っていて、この場合はこの π を、ちょっとこの場の π と 3.14 の π の記号が一緒でちょっと紛らわしくて申し訳ないんですが、これ、位相の自由度なので、これ、2π ずれても、こいつには効かないと。で、これ、ある種のこれは、ゲージ対称性だと思ってください。で、普通はこういうマウレー・カルタン・ワンフォームっていうのがあって、これはこの自由度のダガー取って D 当てて、またこいつをかけるといったものになります。で、有効ラグランジアンっていうのは、このカレントを使って、展開されていくと。1次、2次、3次というふうにダーッと展開されていきます。なので、一般にこういう感じのラグランジアンが構成されると。いうことになります。で、これは先ほど書いたものをちょっと微分形式でちょっと書いたバージョン。で、これハイヤーフォームシンメトリーの場合も同じように構成できるとします。なので、自由度っていうのは、G オーバー H の自由度で、今度は、点じゃなくて広がりを持った物体になります。なので、ここの部分っていうのは、こうですね、ゼロフォームの時は点ですし、ワンフォームの時にはラインオブジェクト、で、ツーフォームの場合にはサーフィスというような感じのものを、自由度に取ってくると。で、ワンフォームの場合はこれちょうどウィルソンループに対応するものです。で、こう書いてあげると、こいつは、リダンダンシーがあって、それは普通のゲージ対称性です。で、ゼロフォームの時と同じように、マウレーカルタンワンフォームに対応して、今度マウレーカルタンピータスワンフォームっていうのを、こういうふうに定義してあげます。で、先ほどと同じように、こう、なんとか D なんとかみたいな感じの、ハイヤーフォーム版を使って書くと
ということをします。でこれは、まあ、単にこの A のフィールドストレングスがここに出てくるというだけです。ということで、この、まあ、ハイヤーフォームのフィールドストレングスを使って、まあ、有効ラグランジャンがを書き下すという操作をします。なので、これは本当に素直に、ゼロフォームでやってたものをハイヤーフォームに拡張したという話です。じゃあ、自由度どういうふうになるのかっていうのをちょっと見ていくために、まずよく知っている例ですね。これはこのオメガっていうのは時間の1回微分項に対応していて、これ2回微分というふうに、まあ、で、あと工事の項というふうに微分展開されていく。で、リラティビスティックの場合は、この時間1回微分項がないという世界になりますと。ということで、まず知っている例として、このオメガが0の場合ですね。で、この時どうなるかと。で、何知ってるかというと、まあ、この F の成分っていうのは、これ2階の反対小テンソルですので、独立な成分というのは全部で6個あります。ですね、4×3÷2 ということで、反対小テンソルの独立なものの数は6個。で、マクセル方程式っていうのは、まあ、2つですね、これ、あります。で、マクセル方程式の中で、時間を含まない条件っていうのが2つあります。それはこれですね。ナブラドット B イコール0。まあ、磁気単極子がないっていう条件。で、これは今、物質場がないものを考えているので、電気単極子もないという条件が出てきます。ということで、時間、方程式の中で時間を含まない式っていうのは、基本的に高速条件に対応して、これは自由度の数を減らすという効果があります。なので、この理論の中に入っている自由度っていうのは、6-2 で、まあ、4個が独立な自由度になります。で、波、モードっていうのは、基本的に2つの自由度が、ま、混ざり合って1個のモードを作るという構造をしています。これはちょうど位相空間で X と P があって、X だけだと別に、伝播とかできないんですけども、まあ、X と P 両方自由度があって、これらが混ざり合うと、まあ、モードを作ると。これ、調和振動子を思い出してもいいんですが、調和振動子の場合は、なんか X の時間微分が P で、P の時間微分がマイナス X ということで、このこいつを解いてあげると、まあ、振動するようなモードが出る。ということで、この2つの自由度で1個のモードを作るので、半分に割ったものが、モードの数になります。まあ、これ、正準ペアがいないとモード作れないので。ということで、まあ、フォトンは2個というふうに、まあ、解釈できます。で、これは一般の D 次元の P フォームシメトリーに対して同じことをやってあげます。そうすると、D というのはこれ、あれですね。今までの表記だと D たす1ですね。ということです。で、この F の成分の数数えてあげると、まあ、反対小テンソルで、この P フォームの時の、テンソルの数っていうのはこういうふうに書けます。で、先ほどのこのフォトンの場合は D に4を入れて P に1を入れてあげると、ここですね、4C2 ということで、これ 4×3÷2 ということで6というのが出てくると。で、今度は、これに対して高速条件。で、これに対して高速条件っていうのを数えてあげます。で、これは素朴に運動方程式書き下して、まあ、組み合わせの数を数えてあげると、この2つが出てきます。で、そうすると、この F の成分の数から高速条件の数を引いて、2で割ったものっていうのが、あれですね、NG モードの数になるので、もしこのオメガが0の場合っていうのは、こういう公式で、0モードの数が与えられるということになります。なので、これはここでやったことの、まあ、D 次元への一般化してあげると、まあ、モードの数っていうのはこういうふうになると。で、これが相対論的な場合の、モードの数ということになります。
で、こいつがノンゼロっていうのは、前と同じように、ここの係数っていうのは実はハイヤーフォームシンメトリーの、まあ、チャージの交換関係の期待値というふうになります。で、これはゼロフォームの場合と同じ構造をしています。で、これまで見てきたように、こういう構造があると自由度の数が減りますよっていうのを見ましたと。で、今度はハイヤーフォームなんで、なんかいろんな向きっていうのをいろいろ考慮しなきゃいけないんですけど、まあそういうのを考慮した、この、行列ですね。この行列。交換関係の期待値の行列の、まあ、半分を引いてあげると、まあ、ハイヤーフォームに関する SG モードの数っていうのが求まると。で、これはもう先ほど今までやってきたものの、ごめんなさい。あれ？あ、ちょっと画面が。あれ？まあ、手元の画面がちょっとバグっちゃってますね。はい、ということで、これですね。まあ、この公式っていうのがハイヤーフォームにも拡張できましたという話です。ということで、まあ、これまで見てきたものが、まあ、統一的に、理解される、することができるということになりました。で、ここまでが普通の、まあ、孤立系と呼ばれているものになります。で、残りの時間でこれを、まあ、開放系というものにちょっと拡張してあげようということを考えます。で、開放系っていうのは何かっていうと、で、ここで、まあ、例としては、開放系って非常に幅広いんですけども、まあ、ここではなんかアクティブマターなども含むようなシステムを考えます。で、アクティブマターって何かって、なんか個々の粒子に対応するものが自分の内部エネルギー使って自由に動いて、まあ、外界とも相互作用するような、まあ、そういうシステムです。ということで、特徴としては何かっていうと、なんかエネルギーとか運動量が保存しないシステムになります。で、これまではハミルトニアンが存在して、まあ、ハミルトニアンと可感な演算子が、まあ、保存量とか、まあ、そんな感じの議論だったんですが、まあ、そういうのが使えないシステムを考えます。で、そういった経緯でも特有の対称性の破れとかいろいろあって、例えばよく知られているものとしては、同期現象と呼ばれているもの。で、これは、これって動いて見えてますかね？止まってます？動いて見えてますかね。はい、で、これは蔵元モデルっていうものをシミュレーションしたものですが、なんかバラバラに動いている回転する振動子が、まあ、同期して向きが揃うという現象ですね。これは時間変身対称性の破れに対応します。で、まあ、あと他にも、物質系だと、まあ、外力をかけて、例えばレーザーをかけて、で、冷却されて、フォトンを出して、まあ、元の状態に戻るとか、まあ、そういうような外界とやり取りをするようなシステム。で、そういう系でも、そういう外力と散逸を起源とした、まあ、凝縮体っていうのも考えることができます。で、こういうような場合にも、こちらも時間変身って連続対称性で、こちらもなんか、BC に対応しているので、U1 対称性が破れるんですが、まあ、こういった場合に、じゃあ、ナムゴロソモード出るんですかという問いを考えた。で、他にも、鳥の群れを、こう、記述するようなビチェックモデルとかいうのがあったりとかして、で、これは、まあ、群れの運動をモデル化したものですが、これは位置は普通のこの時間変化に対して、まあ、速度で変換するんですけども、速度の方が、相互作用が変わっていて、まあ、速度は一定で向きだけ変えるようなモデルですが、向きの変わり方っていうのが、まあ、ランダムに、向き変わるっていうのと、周りにいる、自分がいて周りにいるやつだと同じ方向を向きたがるっていう、力が働いているようなモデルです。で、こういうのをシミュレーションしてあげると、なんか低密度層と高密度層で、低密度と高密度だったりとか、
あと、まあ、散逸の大きい小さいっていうので、なんかランダムな層と、まあ、秩序を持って動く層っていうのがあるという感じで、まあ、なんか孤立系とは違った対称性の破れが起きるっていうのはよくあって、まあ、こういうものに対する NG モードをちょっと考えていきたいということをします。で、まあ、一番典型的なものとして、まあ、この群れの運動に対応する、NG モードをの具体的なモデルでまず見ていきたいと思います。で、それを記述する、有効模型の一つとして、アクティブ、まあ、流体というのがあります。で、これは2つの方程式からなっていて、一つはこのローというのは鳥の密度で、 V というのが鳥の速度ですね。で、これは先ほどのミクロな、モデルを、まあ、組織化したようなモデルだと思ってください。なので、これは鳥の保存速と、こちらの方はナビエストークスに対応する流速に関する方程式なんですけども、まあ、普通の流体方程式と違って、ここの項ですね、微分を含まない項がいます。で、さらに、まあ、ノイズがあるような項で、ここの項がなければ普通の流体方程式なんですけども、まあ、ここになんか変わった項がいるというのが特徴です。で、この項、このシス、なんで、これが保存則を破っていると。まあ、鳥の方は、鳥の数っていうのはこれ保存するわけですね。なんですけども、鳥のこの運動量というか速度は保存しないというようなシステムになってます。で、こういうようなモデル考えます。で、これ定常回ですね。これ、アルファとベータの符号によって振る舞い変わるのがすぐわかると思いますが、アルファ、ベータともに正だった場合に定常回が存在します。で、それは、ここがちょうど釣り合っているときですね。釣り合っているときなので、V2 乗が、アルファオーバーベータになるときなんですけども、この V2 乗がなんかある値とっているので、V っていうのはなんかある、どっかの向きを取ることになります。で、例えば X 方向を向いていると。すると、これ回転対称性の破れとして、まあ、O3 が O2 に破れたようなものになります。で、そうする。で、これ普通の線形解析してあげると。この、X 方向の期待値の周りで展開してあげると、まあ、ここから、まあ、なんか2種類のモードが出ることがわかります。で、これ具体的に計算しないとちょっとパッとはわからないと思いますが、基本的に伝播するんじゃなくて拡散するモードが現れますよというのが特徴です。で、ハミルトニアン系の時は、対称性が破れると全て伝播するモードだったんですが、こういうなんか開放系に行くと必ずしも伝播するわけじゃなくて、まあ、拡散するモードが現れますよというのが特徴になります。で、これはモデルによる解析ですと。で、これをもうちょっと理論的に、考えていきましょうと。で、問題はですね、これ散逸があるようなシステムっていうのは、普通の意味では作用が作れません。アクションっていうのは、まあ、アクションを持っていると大体散逸がないシステムになると。で、対称性っていうのは基本的に作用を持ってきて、作用の普遍性を使って議論するんですけども、こういうなんか作用が作れない場合っていうのは、どうやって対称性を議論していいかという問題に直面します。で、まず保存則って何だったかっていうのをちょっと復習すると、先ほど言ったように、まあ、作用の普遍性で連続対称性があると、まあ、保存則と。で、例えば古典形だったら、調和振動子ですね。こういう調和振動子があると、運動方程式はこうなっていて、で、この作用っていうのは回転対称性のもとで普遍です。で、そうすると、ネーターの定理からネーターチャージが、こうですね、
作ることができて、これが時間に依存しないと。これの時間微分っていうのはこういうふうにかけて、運動方程式使ってあげると、こいつはゼロになることが分かるというのが、一般的な話です。じゃあ、散逸があるとどうなるかっていうと、散逸があるときの運動方程式、例えばこんな感じになります。で、先ほどと違うのは、ここにガンマ P っていうのが入っていると。で、回転に対して共変かどうかで言うと、実は、この式っていうのは共変な形してますね。この左辺も右辺も全部ベクトルでかけてるので、その回転行列を左辺からかけてあげても方程式は同じように振る舞います。なんですけども、なのでこれある種、この方程式自体には回転対称性があるんですが、核運動量は保存しません。この核運動量の時間微分っていうのは計算してあげると、散逸があるせいで、こんなふうに消えないということが分かります。ということで、なんかこの場合ですね、この場合考えると、なんか対称性は実は散逸があってもあるんですけども、それは保存則を意味しないということが分かります。ということで、無理やり作用を作ると、こういった経緯に無理やりアクションを作ってみましょうということを考えます。先ほど見たように、なんか回転に対して共変な形してたので、それをなんか保つような作用っていうのをこういうふうに考えてみると。で、これは運動方程式に補助場くっつけただけなので、この補助場で微分してあげると運動方程式が出るっていう、仕組みです。で、これはある種の、開放系の作用と呼んでいいと思います。で、これは微小回転ですね。X の回転に対して、X 回転させると同時に、このバーの方も逆回転させると、この作用は不変に、逆回転ですね。同じ方向に回してあげると、作用が不変になります。ということで、作用の不変性が見つけることができると。そうすると、この作用に関してネーターチャージを作ることができます。ですね。ここから無理やりネーターチャージ作ると、こういった量が導かれます。で、こいつはこの変換のジェネレーターになっていて、実は開放系っていうのはこのタイプの、対称性演算子を持っているということになる。で、これ今すごい古典力学でやりましたけども、より一般に量子開放系とか、そういったものに関しても、このタイプの対称性というのが存在します。で、これを使って自発的対称性の破れというのを定義することができるという話です。で、実は非平行系に行くと、今見たようにこれって今これですね。これって核運動量の演算子ではないわけですね、普通の。核運動量の演算子っていうのは、ここで見たように、これですね。X クロス P が普通の核運動量だったんですけども、それとは別に、回転の、ジェネレーターが存在すると。で、一般にですね、実は非平行系の問題を考えてあげると、自由度っていうのは実は倍化されていて、なんか電荷を2種類定義することができます。で、これ認めてもらうと、開放系っていうのは、なんかそのうちの一つですね、が保存しな、エクスプリットに破れた状態で、もう一個の方は対称性のまま残っているような状態。これ シュインガー・ケルディッシュ・フォーマリズムっていうのを、知っている人は、それに対応するんですけども、これ量子論の話になるんですが、シュインガー・ケルディッシュ・フォーマリズムって、経路積分で言うと、なんか時間プラスに行って、無限大まで行って、無限大からマイナスに返ってくると。こういうような経路積分に対応します。
でこういうような経路積分は非平行なダイナミクスを記述するときによく使われるものになります。でこの2種類の対称性というのは実はこれ行って帰ってくるという作用なので、行きの作用と帰りの作用というのがあります。で、もし孤立系であればそれぞれ普通のクラシカル普通のアクションなので、それぞれの変換に対して電荷というのが定義できます。でそれがちょうどこの2種類に対応するものですね。なんですが開放系に行くとですね、外界と相互作用することで、まあ、エフェクティブにですね、この1と2の間、これって 1と2っていうこの行きの経路積分と帰りの経路積分が独立だったんですけども、なんかミックスするようなタームが現れます。これは他に、まあ、熱力だったりとか外界があって、まあ、それとの相互作用を通じてこう、変なタームが出てくるんですね。こいつが、この行きの、もともと持っていたこの作用の対象性を破ってしまう。エクスプリットブレーキングのタームになる。で、こういう構造が、先ほどの、開放系の問題に現れているということです。ということで、まあ、こういうような行って帰ってくるような理論を考えてあげると。でですね、この、まあ、二自由度あるんですけども、まあ、便利な座標形として、この自由度をちょっと書き直すと、この1と2をこう足したものを、まあ、R って書くことにして、で、1と2を引いたものですね、を A と書くことにします。ですね、なのでこれがちょうど平均した場なので、これがちょうどクラシカルな場合に対応していて、こちらの方はなんか揺らぎに対応するものだと思ってください。でそうすると実はですね、ここの、作用の、1次の A の展開に対して1次の項というのは実は運動方程式になります。で今の作用をこう書いてあげると、摩擦とかないときこの辺無視してもらえばいいんですが、してあげると、まあ、なんか、古典的な運動方程式に、なんか補助場がついたもののように、記述されます。なので、最初の方で、調和振動子、摩擦がある調和振動子の、まあ、作用を無理やり書きましたが、実はそれと同じ構造が、ちゃんと場の理論から出てくると。で、外界と相互作用することで、なんかこの辺のタームが加わるということになります。こうしてあげると、まあ、場の理論の問題に落ちるので、これに対して、まあ、作用が停留する点と、その周りに関して、揺らぎを考えてあげることで、NG モードを見ることができると。で、これは、まあ、こういうポテンシャルがある場合に、まあ、ポテンシャルのミニマムの周りで展開してあげると、まあ、NG モードが出てきて、でそれ解析してあげると、なんか、波数が小さいところで拡散モードになるということが分かります。ですね。でこれ、まあ、方程式としてただ単にこういう式なんですけども、このガンマがあるかないかで、振動波数が小さいときの振る舞いが変わるということになります。ということで、なんか摩擦があると基本的にこういう拡散してしまうという現象に陥ります。で、これ大雑把に言うと、この、まあ、時間の2回微分を無視することができて、摩擦によってなんか時間1回微分項が現れたと。で、摩擦なので、これ普通の場合と違って I 倍ずれています。で、I 倍ずれてることによって、まあなんか、散逸になっていると。ということです。まあ、こういうような構造が見られると。で、同じようなことを、真空の場合にタイプ B が現れるような問題に対してやってあげると、まあ、まあ、なんやかんや、計算した後には、まあ、こういうような拡散するモードが出てくると。
ということになります。で先ほどと違って拡散の、なんか実部も持っているようなプロパゲートしながら拡散するようなモードが現れていると。まあ、こういうような構造が見つかりましたと。でここはまあ、すみません、ちょっと一、はい、枚なんか最初戻っちゃうんですけど、この SU2 プラス U1 っていうのはグローバルの対象。これグローバルです、ね。グローバルな。この SU2 と U1 が分かれてな、どこをどう回したら SU2、どこを回したら U1 になってるんですかね。あ、ですね、こいつは、あ、ごめんなさい、その辺ちゃんと説明し忘れましたが、ファイって書いてるのは、これ2成分スカラー場で、はい。まあ、こんな感じです。U1 はどこにいるん？あ、これ単に U2、そのフェーズを入れた U2 シンメトリーだと思っておけばいいってことですか？あ、まあ、大体 U2 だと思っても、はい、いいです。そういう意味ですか。わかりました。すみません。これ、初めの項のファイ A っていうのは、硬いファイだけど、柔らかいファイですかね。あ、そうです。すいません。あ、いえいえ。ありがとうございます。ファイ A でいいんですか？これは、はい、ミスってますね。ファイ A です。はい。これはですね、ちょっとこれ、まあ、本当はこれ、複素協約つけとかないといけないですが、はい。作用、ですね、先ほどの、まあ、これ、大体この、どうしてこういう構造が出るかというと、これ、ファイ1引くファイ2っていうもの、あ、構造としてはですね、これ、作用が、ファイ1引くファイ2ってなってるんですね。うん、で、ファイ1はファイ R たす2分のファイ A っていう構造をしていて、ファイ2はファイ R 引く2分のファイ A っていう構造をしている。ので、こいつはファイ R たす2分のファイ A。YR-2 分の φA、まあ、こんな感じなんですね。でこれを A について展開していくんですが、 A の0次は、まあ、これ同じものを引いてるんで0で1次から始まります。で1次どうなるかっていうと S を φR で微分して φA かけますと、これちょうど2倍になるのでファイ A と。で次の2次の項は、これは偶期性からまたに消えて、次3次の項が、まあ、出るんですけども。まあ、なんかご積分いっぱいですけど、まあ、こんな感じで展開されてきます。でちょうど、1次の項っていうのは、これ、作用を場で微分しているので、運動方程式かける φA っていう、まあ、こういう構造をしていて、それが、この項ですね。まあ、点々の方に非線形項ありますが、まあ、この項に対応します。ここも、あれですね、φA って書くべき。まあ、いや。まあ、こんな感じだ。ここの項とこの項は、まあ、開放形になったことによって現れた新しい項です。で、まあ、今、これ開放形の場合っていうのは、ポテンシャルを複素数にすることもできるんですが、まあ、同じようなことをすると、まあ、同じような結果が得られるっていうのは、ここはちょっと時間もなくなってきたので省略します。で、そうですね。で、我々どういうことをしたかというとですね、
まあ、なんかエフェクティブアクションを書き下して、まあ、プロパゲーターのインバースを、まあ、調べてみましたと。で、このアルファベータって書いてるのは、そのさっきの R とか A とか書いてた足ですね。で、この、まあ、プロパゲーターのインバースをこういうふうに、微分展開で書き下してみましたということをやりました。で、そしてここの係数ですね、係数っていうのが、まあ、どういうふうに表されるかっていうのを計算したと。で、孤立系ではどういうことが分かっていたかという、まずこれを、この手法を孤立系に適用してあげると、また自発的対称性の破れっていう情報から、この C ですね、C は0になりなさいってことが出ます。で、この1回微分の項っていうのはどうかけてたかっていうと、まあ、チャージとチャージの交換関係の期待値だったわけなんですけども、同じように、このカレントを、まあ、対称性、これデルタって書いてるのは対称性変換のことだと思ってください。で、電荷を対称性変換させるっていうので、これちょうどチャージとチャージの交換関係の期待値っていうのがこの1個目の係数に来ると。で、2個目の係数ですね、この2次の項っていうのはカレントの相関関数。まあ、この項はちょっと忘れてもらっていいんですが、まあ、カレントとカレントの交換、相関関数でかけるというのが孤立系で一般に言えること。で、対称性の自発的破れって情報からこの2つが決まって、NG モードがどうのこうのっていう話になったと。で、これを開放系に適用しましたというと、まあ、開放系になったことによって、なんか、あれですね、エクスプリットブリーキングタームが加わったというふうに解釈できます。で、それによってこの辺に新しいタームが加わって、これらが拡散を与えるようなものになるということが分かったということです。ということで、まあ、対称性だけでなんか強い制限は言えなくなったんですけども、まあ、こういうような、まあ、演算子を使ったマッチングというのができて、まあ、一応理解できるということになると。で、まあ、いくつかこの仮定を置いてあげると、NG モードというのが、まあ、3種類のパターンがあることが分かりましたと。開放系において。で、一つは、まあ、普通に、伝播するようなモード。これは、孤立系の時にあったものですね。で、もう一つは、この、拡散するモードですね。二乗で拡散するモード。に加えて、まあ、二乗、実部二乗で虚部が二乗になるような、パターン。まあ、この三パターンに、まあ、分類されますよねということが分かりました。で、これどういうふうに、数が決まるかっていうのは、対称性だけでは分からない問題になることも分かりました。なので、ちょっと開放系に行くと、まあ、対称性だけで縛れることはちょっと減ってしまうんですが、一応こういうような分類ができると。で、ここの、まあ、分類使ってあげると、破れた対称性の数っていうのは、これですね、このプロパゲーティングするものと、まあ、2倍のタイプ B と、拡散するモードの和っていう、こういう新しい、式が成り立つということが分かりました。はい。で、最後に、さらにちょっと変わった話として、最近の、まあ、これ去年の話なんですが、まあ、流体の壁、流体があるんですけども、流体をこう壁で挟んであげて、で、片方の壁をこうやって押すっていうことをします。で、そうすると、この、ここにこう流体が詰まってるんですけども、こう壁を押したことによって、ここの中の速度、勾配というのができるんですね。で、こういうなんか速度勾配がある流体中の NG モードってどうなりますかっていうのをやってみました。もうこれ完全になんか話違うってあれなんですが、まあ、こういうものを考えてあげると、まあ、我々何を見つけたかというと、まあ、こういうモデルとしてはですね、まあ、ON スカラー模型に、散逸項入れてあげて、このシステムをさっきのセットアップで押してあげると、この流速を押してあげるということをしました。で、こちら
単純にこのモデル解析なんですけども、分かったことはちょっと面白いことがあって、出てきた NG モードに対応する。これはまあ対称性破れた世界考えてあげるんですが、まあ、ある種の NG モードが出ます。で、そこで見つかった NG モードの分散関係を調べると、なんかちょっと複雑な形するんですけども、ポイントは何かっていうと、べきが整数じゃなくて、なんか分数べきになりましたっていうのが一つ。で、もう一つは、モードの数に対応するものが、なんか無限個出てきましたっていうことが分かりました。ということで、非平行定常状態考えてあげることで、なんか、より複雑な現象が起こりうるということが分かったと。でそこでは、まあなんか、もう NG モードも単純に、単純なべきの分類みたいなことはできずに、なんか変な分数べきも出うるということが分かりました。ということで、最後まとめですけども、まあ、大きく分けて NG モードは、まあ、2つのタイプに分類できると。で1つはタイプ A と呼んでいる、まあ、調和振動子型の、まあ、普通の NG モード。でもう1つは再三運動型のタイプ B と呼ばれているもの。で今日はその中で、まあ、非相対連的なところをまあレビューして、さらにまあ広がった物体と、まあ、開放系の NG モードの話をしました。で、こういうなんか、まあ、拡張してあげることで、まあ、多様な NG モードが発現することが分かりましたということになります。はい、以上です。ありがとうございました。質問あれば、ちょっと僕から聞いていいですかね、すみません。はい。はじめ、その、ディスパージョンリレーションの時に、奇数か偶数かでやってたと思うんですけど、はい。で、今は、例えばこう、今のやり方を見てると、なんとなく、その、二乗か三乗かなっていうのは分かったんですけど、それ以上から始まることあるんですか？例えば五乗とか。ですね、高いべきでは始まることはない、ほとんどないですね。うん、でもあり得るんですかね、さっきの工事のインタラクションからスタートするような感じ。はい、ですね、無理やりそういうべきを持ったモデルは作ることができます。うん、ああ、そうかそうか、そうか。あとその。普通に相互作用する模型ではないですね。ないですよね、きっと。はい、で問題はですね、その二点の相関関数がべきが高すぎると、うん、遠くに離したときにリニアで大きくなったりとかログで大きくなったりしちゃうんですね、相関関数が。それはそういうのが場の理論を許さないので、相関関数を離してあげると落ちるっていう仮定を置くと、さらにべきは絞られます。なるほどなるほど。あとその偶数か奇数かでその分類分けしてたけど、なんかこの単一系とかにするとその3分の2乗みたいなやつが出てくるんですよね。はい、はい、そうすると初めのその偶数か、はい、偶数か奇数かで分けているのは本当に孤立系に対してやった話で、こういうなんか開放系とかなんか散逸がある系には全く使えないのと、 あと時空対称性が破れたりすると、うん、もうまた変なべきが出たりします。なるほどなるほど。ありがとう。あれは本当にゼロ温度の真空みたいな話にはいいんですけども、うん、そうじゃない場合はより複雑ですね。なので、ディスパージョンリレーションで分けるのはあんまり良くないというか、うん、なるほどなるほど。ありがとうございます。他に質問あればお願いします。まず一つ前のトランスペでいいですかね。その無限個っていうのはどう見たらこれが無限個というふうに考えているんですか。ここの、ですね、細かいところです。この TN って書いてある、はい、N が無限個ってことですか。はい、N が、はい、いろんなパターンを無限個のモードがあるっていうのがなんか今一つなんかピンとこないです。うん、NG モードが無限個出てくるってことなんですか。ですね、似たようなパターンとして、こういうなんか数がたくさん出てきちゃうようなパターンとして磁場をかけた時の電子の運動っていうのがあるんですけど、はい、
まあ、磁場かかってないときは、まあ、普通の分散で動いてるんですけど、磁場をかけるとあのランダウ量子化っていうのが起きて、その磁場に対して垂直な方向のモードって全部縮退しちゃうんですよ。で、聞いたことありますかね。はい、なんか、うん、なんかちょっと聞いた気がします。はい。で、その縮退している数っていうのは、まあ、体積無限大だと無限個あってですね。で、あの磁場がないとそれら全部違うエネルギーに分裂するんですけども、磁場をかけたことでこうなんか縮退してしまう現象があるんですね。で、それと似たようなことがここでも起きていると考えています。うん、なので、あの空間的に見るとあの極在していて、まあ、違うモードは違う位置に対応するような感じですね。うんうん、極在したものがたくさん出るという感じです。で、ランダム順位の時もその、似たような感じで、まあ、波動関数が極在するんですけども。ああ、なるほど、分かりました。ありがとうございます。質問いいですか。はい。あ、あの、青春ペアのランクと、あのナンブゴーストモードの関係式は、村山さんと渡辺さんが出したときは、エフェクティブ・ラグランジアンの手法を使いましたけど、はいはい、あの日高さんは別の手法で証明、はい、導出したんです。あ、そうですね。はい。はい、それはまた別なんですか。それは全く別の方法で、私がやったのは、遮延乱手法っていうのがあってですね。はい、あ、それはあの運動方程式、エフェクティブな運動方程式を書くっていう手法になってます。あ、はい、エフェクティブな運動方程式、はい、あれ、うん、運動方程式としてはランジマン方程式と同じような式で、ですね、なんかこ、まあ、なんかこんなような感じの方程式が出るんですよ。ちょっとこれの、はい、多成分版が、で、それを使って出しています。ああ、はい。だからハイゼンベルグ方程式を変形していって、まあ、こういうタイプの運動方程式に書き換えるっていう手法が知られていて、それを使って出すという。ってことは、ラグランジアンは使わないで出した。使わないで。そうですね。なんかハミルトニアンフォーマリズ、ハミルトニアン使ってる感じですね。ありがとうございます。で、あともう一つあるんですけど、平身対称性の自発的破れ に関するラムゴーストモードの数の例というのはありますか。ちょっと混戦してるんですけど。あ、はい。ですね、普通の結晶ですね。普通の結晶は、結晶ができることで平身対称性が破れてます。はい。その、まあ、結晶がこういうふうに、まあ、できることで平身対称性を破れていて、はい、でこの結晶をちょっと動かしてあげると、まあ、振動するんですけども、その振動が、まあ、遠くに伝わっていくのが、フォノンですね。結晶中のフォノン。でそれは平身対称性の自発的破れに伴うNG モードです。その場合に関しては青春ペアのランクとナムゴーストモードの数との関係式の表れを見たような例はありますか。その交換関係がノントリビアルになって、はい、なっていって、平身対称性の破れに関わるナムゴーストモードの数が締める例とは違うとか変わるという例はありますか。はい、前の方に見せた結晶じゃないんですけども、この例はそれに対応しますね。でこれは何かっていうと、はい、渦糸が1個あるんですよ。で渦糸がこうあると、この渦がどこにありますかということで、この平身対称性を破ってるんですね。この
はい。で、これに対応して、この渦があるので、これ、この伸びてる方向の平身に対しては不変ですが、それに垂直方向が2種類あるので、これが破れた方向になります。あ、はい。で、この、まあ、これ、紐だと思ってもらえばいいんですけど、この紐をピンって弾くと、紐振動するわけですけども、その振動って、この2種類あるんですね。この X 方向に振動するのと、Y 方向に振動するっていう独立なモードが2個あります。はい、でこの紐が無限に長かったら、その振動数0までいくんですけども、まあ、こういう振動モードがあるんですが、変身と変身が、まあ、普通これ、かかんない N 端子なんですけども、ある種、非かかんになると、モードの数が変わって、二乗分散するこの弦の振動が起きます。はい、これがタイプ B のケルボン、はい、あと呼ばれるものです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これ大雑把に言うと磁場が刺さっていると磁場中の変身って非可感になるんですが、まあ、それに似たような現象です。はい、うん、他にありますか？質問。じゃあなければ、どうも本当に3回ありがとうございました。皆さんちょっと拍手でお願いします。はい、日高さんありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。もしよかったら、このプレゼンのファイルをいただければ嬉しいんですけど、はい。返事つないで、はい、だけで、はい。あれなの。本当にありがとうございます。また、はい、何かの機会に、ぜひよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、どうも。失礼します。ありがとうございます。はい。またよろしくお願いします。